はい、D アルファブレードジグが発売となります。まあ、今回のこの D アルファブレードジグなんですが、まあ、D ブレードの強いバージョンと思ってもらえるのが一番分かりやすいかなと思います。まあ、まず最大の特徴であるこのブレードですね、まあ、D ブレードと同じような形状の卵型のブレードになっています。でこれも、可動域を制御して、まあ、ハイピッチプラスカチカチ音が出るような、まあ、同じセッティングになっているんですが、ブレード自体の大きさが、大きくなっています。なので、まあ、単純に波動が、強くなっているといったところがまず一つ、違う部分ですね。で、まあ、ヘッド部分もちょっとまあリアル系な、デザインになってまして、プラスそこから、下に来ると、まあ、このワイヤーですね、 D ブレード最大の特徴のワイヤーが、まあ、D アルファブレードにも、搭載されていると。でさらに、この D アルファに関してはよりタイトに、強く攻めるためにもう一本この中央部分にブラシガードを設定しています。まあ、これによって、まあ、ほぼカバーの中にぶち込んでもしっかり引っ張ってこれるような、セッティングになってますので、まあ、よりこうちょっと今まで攻めれなかったような場所でも、攻め込んでいける、まあ、ガードシステムになっていると。でさらにフックに関しても D ブレードより、強い少し大きいものを入れてますので、まあ、そういったカバーの中に入れて引きずり出してくるような状況下でも対応できるフックセットになってます。なので、まあ、いろんな、トレーラーでセッティングできるんですが、重さとしては8分の3オンス、2分の1オンスが、ラインナップと。まあ、一番オーソドックスなのは、まあ、僕の場合はほとんどこのトラスターですね。トラスターをセットしたセッティング、まあ、結構強いので、まあ、あまりこう抵抗感のないような、トレーラーにしてしまうと、まあ、暴れすぎてしまうんですが、まあ、このトラスターみたいなのが一番ちょうどいい、バイブレーション感が出るかなと、思います。まあ、リザーバーとかでね、あのカエル食ってるようなやつとかにブッと引いて釣ったりとか、まあ、アメリカなんかでもよく使うセッティングですね。でさらに、まあ、ベイトフィッシュにある程度固執しているような、場合であればリキャプチャーとか、まあ、ビローラの5なんかもいいと思うんですけど、まあ、そういったセッティングもありかなと。まあ、ちょっと D ブレードにつけるとね、リキャプチャーだと大きいかなっていう感じだったんですが、まあ、D アルファにつけるとちょうどいいようなサイズ感になってます。はい、まあ、より、パワーを出したいようなセッティングにするときは、こちら、ブルーのシャットテールの 4.8、まあ、これはちょっと頭カットしてますが、まあ、少し頭カットしたぐらいが、ちょうどいいサイズ感になるかと思います。これだとまあかなり強い、波動が出ます。で、まあ、よりちょっとまあもうちょっとでもコンパクトにしたいなといったときに、セットするのがまあブルーノの小さい方ですね。まあ、テールがついているので、まあ、比較的暴れにくく、コンパクトに抑えて使うことができます。まあ、こういった感じで、4タイプぐらいの、ね、トレーラーを使い分けて、釣っていくと。でタックルに関しては、まあ、ブルートレックの、6点の MH、まあ、これに、まあ、6.4 とか7ぐらいの、ギア比のリールで、ラインに関しては、まあ、14、16といったところを、僕の場合はよく、フロロカーボンの14、16ですね、をよく使います。はい。っていったセッティングで、まあ、より、まあ、よりタイトにこう強く攻めれるっていうのが特徴なので、まあ、ちょっと本当に今まで入れれなかった足とか、まあ、本当にもう、ウッド系のカバーの中とかまでぶち込んで引いてくる、まあ、引いてくることで、釣れる魚がいますんで、もう本当によりタイトに激しく攻めてみてもらえばいいかなと思います。